自家店さんの自己採点でございます。記述模試理科2科目出来としてはどれが良かったですか？国語は一番自信があります。正誤問題は自信ありましたか？はい。嘘つけ。僕今興味を持っている大学が現代文だけでいいみたいだったんで。どこ大だよ、興味を持ってるって。まだ打ってない人いるんですか？いるでしょ。あ、いる知ってるじゃない、あなたもそういう状況があるって。ということで、自家店さんの自己採点でございます。記述模試どうでしたか、やってみて。いや、もう全然解けてなかった。解けませんでした。ちょっともう離れすぎだよ、画面から。もう画面遠い全然数学が特に難しくて。いや、でもだ、数学をやらかしたって言ってましたけど、はい、どうやらかしたんですか？そう、数学の解答用紙が3種類あるんですけど、はい、1型、2型、3型のこの3種類のやつがあって、で僕は3型なんで、3型の解答用紙で解答を書いたんですけど、はい、あの問題が1型、2型、3型とあって同じこと言ってる。僕はあの間違えて1型の問題を最初解いちゃって、で、途中やらかしたことに気がついて、3型に切り替えた。1型はでも、同じ共通の問題はないの？1型はない。同じ問題はないってこと？ないです。なさそう。で、何、その1型の答えを書いてそのまま出したんですか？はい。うそん、そんなことする？え、じゃあ3型の回答用紙は出した、提出したってことは、1型と2型の用紙は持ってるってこと？まあ、モザイクかかってから何も見えないよ。モザイクってこれどうやって解くんですか？知らない。詳細、背景。取れたじゃん。どうですか？取れたよ、取れた。モザイクなくなったよ。わかりました。1と2がそこにくっついてるってこと？うん、はい、くっついてます。で、3を出した。え、小問集合とか一切ないってこと？小問集合はあります。うん、四角1が小問集合で。で、それも違う問題だったってこと？はい。なるほど。それはわざとやったな。いや、わざとじゃないですって。だってなんで3枚目を出すんだよ。受けないといけないのはでも数学3型なんで。間違って1、2型を解いたっていう意味。あ、そういうことなんです。わかりづらいわ。なるほど。でも1型は解けたの？1型は、はい。解けてんの？書いてないですけど。書いてないんかい。まあいいよ、それはどっちにしろ返ってくるからさ、その回答用紙はさ、その回答用紙が返ってきた時に本当に1型の問題が解けてたのかは分かるから、それは。ああ、そうっすね。そう、ネットで見れるからさ、本当に解けていたのか解けていなかったのか。まあどちらにしろ数学は0点ということで、もうほぼ間違いないです、ということです。では英語いきましょう、はい、英語とあと国語と理科。そうです、理科2科目。出来としてはどれが良かったですか？国語は一番自信あります。おお、本当ですか？はい。じゃあまあ後で聞いてきますけど、じゃあまずは、はい、英語。じゃあ大問の一番はリスニングで解いてないですね。解いてないです。じゃあ2問目が空所補充ですね、多分。はい。で、それはどうでしたか？5問中2問です。おお、それは勘ですか？いやー、勘ではない。いや、勘かもしれない。ちょ画面からずっと切れてるからまあね、英検3級の単語やってたからね、勘になっちゃう可能性は全然あると思いますけど。さあ、その次は四角3番、10問中ちょっと待って、まず画面から出ないで、まず画面から出ていかないで、まず 10問中。ちょっとどういう形式ですか、出題形式は。こうやって見せていいんですか？いや、言っていいよ。文法5本の、はい、出るやつね、ちっちゃいやつね、問題。はい。で、それが、はい。これは8問あって、もう2問は、正誤か。間違い探しね。そうです、はい。間違ってるやつを選ぶっていう。はい。で、どうだったんですか？まあ、10問中、1、2、3、4。そんなに当たったんですか？はい。相変わらず持ってますね。見せますか？いや、いい。運で。正誤は1つでも合ってた？は1問合ってました。お、すげえ。まあ、じゃあ8問中3問と2問中1問ってことですね。はい。正誤問題は自信ありましたか？はい。嘘つけ嘘つけ、絶対どこが間違ってるって聞いたら分からんだろう、何がどう違う。そして、はい、長文ですか、ここから。長文です。さあ、訳が全然違う。いや、もう訳とか期待してないから、選択問題で何も当たってるか、はい、あ、それだけでいいんです。もういいです、どうせ判断できないじゃん、訳が合ってるとか間違ってるとか。選択は、5問あって、2問合ってました。おー、当たるね。はい、以上よう当てるね。そして次の大問も長文でしょ。ああ、選択問題が2問しかなくて、もう1個も合ってない。はい。これ4の並べ替えだけ、ダメでした。ダメでした。はい、すいません。いや、別にすいません。次が並べ替え。お、並べ替えなんだ。え、
え、じゃなくていいよ。次、並べ替えの英作文ね。はい。そうです。で隣がすごいポエで、何言ってるか。全然違う。なぜか奇跡的に、うん、3問あるんですけど、うん、なぜか奇跡的に1問だけ合ってます。おぉ、運がすごい。運でしょ。単語知らないのにどうやってわかんない。まあまあまあいいや。それえで最後英作文ですか？英作文です。まあ英作文は本番で書いたものがね出てきますんでどうせ。はい。え終わったんですかそもそも？いや最後の C は解いてないです。うん。A B C とあるんですけど。うんうん。まあそれは届いたら見ましょう。はい、ということでしてそれが英語です。じゃあ自信の国語どうぞ。理科はどうしますか？理科は後回しでいい。国語は自信あるんでしょ？記述はいいですよね。いやでも漢字とかあるんじゃないの？漢字の読みか。そういう記述じゃなくてそれもあるんですけど、長く書くのはいらない。大丈夫。これも結構全部書けたんです。そら、もう本当ですって。信じられるか今までの共通テストもあの点で。でまあいいや、それはどういいや。漢字とかはまず問い一番は、うん、漢字がなくて一問だけあったんです。だ何問題なの？プラウェイ的ですなものを文挿入。あ、文挿入です、ね。はい。他にあったのは？問い4の内容一致は一問だけあってました、うん。自信満々だったのに一問だけ。広せえ。画面から外れちゃってるっても映ってないって。そしてはい、大問にまた現代文でしょ？漢字か。漢字は。かけてる。ちょっと言っちゃダメだから、ネタバレしちゃいけないから喋っちゃダメ。内容。あ、これと漢字は2問、5問中2問。合ってる？かけたってこと？読み？どっち？書きです。あ、漢字を書く方ね。が2問できたと。うん、で、問い2番は空欄補充。うん、これは全部合ってます。全部合ってた。それ現代文ですか？現代文です。小説みたいなやつ？はい。何問あんの？クンラ補充。A から E やから5問あって、うん、5問とも合ってます。そんなことある？問い3番もあれなんで。はい。問い3番丸。はい。そして？あ、間違ってるんです。問い3番×、うん、問い5は1個だけ合ってます。問い51個だけ。2つ選びなさいってやって、うん、1つしか合ってない。あ、言い忘れてたんですけど、うん、僕現代文型を受けました。え？ってことは何？古文漢文受けてないってこと？受けてないです。恐ろしい。僕今興味を持っている大学が現代文だけでいいみたいだったんで。どこ大だよ、興味を持ってるって。帝京大学です。ああ、帝京が現代文だけでいいんだ。はい、ってことは次の大問も現代文ってこと？もう現代文。はい、3つ目が、はい、これが。え、それ記述あんの？それともただ選ぶだけ？選択。記述もあります。3つ目のやつが読みっていう感じですか？はいはい、漢字の読みね。2問しかなってない。なるほど。問い2が。もうなんでさっきは画面右側に外れてたのが左に外れるんだよ、今回から。問い2が×の、問い3も×、はい、問い4も×、問い5も×、うん、問い7は1問だけあったの。問い7はどういう形式ですか？これはもう本当に、めっちゃ運なんですけど。うん、だ言っちゃダメ、はい、文学史ですね、はい、文学史問題です。だ言っちゃダメ、文学史って分かったから、はい。まだ打ってない人いるんですか？いるでしょ。あ、いる。知ってるじゃない、あなたもそういう状況があるって。で、以上です。自信あったと言っていましたが、どうだったんですか？技術結構かけたから。それはまあ本当かどうかは分かりますから、時が経てば。はい、理科。理科。物価でしょ、物理科学でしょ。はい。本当に1時間で終わんなかったよ、もう。カラオケ1時間で終わんないじゃん。絶対終わんないよ。長い。物理は、多分、もう、いや、奇跡的に合ってるぞ。全てが奇跡なのね。1、2、3、4。大問1番は4問やってました。何問中？12問中4問。はい。いやー、これは、ダメだ。全部間違ってます。大問に？はい。11問中1問だけしかあってないです。終わり？物理はまず終わりです。まず終わりです。はい。そして？うん。はい。はい。え、誰かいるの？いや、なんか、扉を叩かれたの。なんでだよ。もうそれで衝撃映像が映ったら困るわ。助けてください。
ここでどうやって助けられる。わかんない。5問合ってます。第1問が何問中5問ですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11です。はい、11問中5問。そんなにできたの。はい、科学、科学どうやって、何それ知ってる問題がたまたま合ってたぐらい。うん、大問2が、はい、2問3、4、5問。何問中、何問中？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14。 14中5問ね、はいはい。あ、1問しか合ってないです。第3問が、はい、これでおしまい。おしまいです。はい、長かった。もう1時間以上経ったわ。まあ2動画撮影してるんで、はい。まあ長かった。これ編集するの大変だ。すいません、申し訳ないです。ということで、技術模試とりあえず自己採点は終わりということで、はい。まあ、帰ってきた時に分かりますんで。はい。これ、いつ帰ってくるんですか？分かんない。まだだって受けてない人たちいるだろうから、その後だろうね、実なんで。まあ、時間はかかるんじゃないか。1ヶ月ぐらいその時に、はい、やりましょう。はい。はい。お疲れ様でございました。A 級3級が再来週？25日です。25、まだ、まだか。じゃあまあ、それまでは、きちんと A 級の勉強してもらって、あと、ま、いや、まだ来週、京手模試が、うん。そうだ。京手模試もあるんだ。で、その次の週が医学部模試。そうだ。もう忙しいんだった。すごい。京手模試が次の土曜日？違う、日曜日か。日曜日。13だよね。13。同じ会場でやります。そうですね。あれが長いね。まあ、どっちかな、帰国してからかな、俺が。15日に帰国するか。どっか行かれるんですか？うん。アメリカ、カナダに行ってるから、だから。へ、まあ、わかんない。時差を考えれば、まあ、できなくはないかもしれないんで、その、自己採点。はい。とにかく、あの、丸付けだけは忘れないでくださいね。あ、わかりました。で、自己採点してもらって、で、その結果を通りますから。はい。ちょっと時差があるんで、何時にできるかは、大相談で。こっちの早朝とかね。てんちゃんの早朝かもしれないけど、まあ多分、まあ、うまくやりましょう、はい。はい、ということでした。じゃあご視聴ありがとうございました。デキバコチン。カラオケして帰るんですか？いや、もう帰りますよ。さすがに親が待ってるんで。そうですね。はい、ということでした。